3発の量産体制 HRO 争いではブレーブスオズナに並んだドジャース11位9ロッキーズ、日時間19日デンバードジャースの大谷翔平投手は18日、日時間19日、敵地のロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場し、6回の第3打席で特大の20号ソロを放った。4年連続20号は被選手初めてで、通算5度の20号は松井秀喜に並んで被選手最多だ。5打数2安打2打点で打率316、チームは5点差の9回にヘイワードの4号満塁弾、テオスカー・ヘルナンデスの18号3ランで大逆転勝利した。豪快なロケット弾だった。2から7で迎えた6回先頭、左腕ゴンバーの内角スライダーを振り抜き、バックスクリーンの森へ打ち込んだ。飛距離476フィート、約 145.1メートルは、今季自己最長で、メジャー最長の特大アーチとなった。不動の1番だったベッツが左手骨折して、戦線離脱。前夜から切り込み隊長を任された。前日17日、同18日は5打数3安打1打点で、今季8度目の1試合3安打。ロバーツ監督は、グレートだった。1番に入ったからといって、アプローチに変化はない。今までやり続けてきたことを、1番でもやってほしいと思っている。3戦3発と量産体制に、塁打王争いではトップを走るマルセル・オズナに並んだ。初回先頭は2ゴロ、3回1死3塁は1ゴロの間に打点を挙げた。7回2死1・2塁では中堅ドイルに候補されたものの、右中間への強烈なライナーだった。1点差に迫った9回1死ではサゼンダを放ち、2試合連続今季27度目のマルチ安打をマーク。テオスカー・ヘルナンデスの逆転3ランを演出した。6月男がいよいよ状態を上げてきた。フルカウント編集部。